まさきさん、ハートのギフトいっぱいありがとうございます。イエーイ。まきさん、星のギフトありがとうございます。俺と誕生日一緒だよ。え、そうなんですか？おめでとう。最近彼女がお誕生日、え、キュウカと同じ誕生日さ、まあ NMB48 にも いないんですけど、周りにめっちゃいたい。だから友達になんかめっちゃ祝われるし、自分も祝うしみたいな感じで、変な感じですね。昨日の会に誘ってもらいましたよ。たくさん、え、何や、このヒョウ柄クマちゃん、え、かわいい、これ行きましょう。え、ありがとうございます。イエーイ、嬉しいよ、めっちゃ嬉しい。あ、そこそこ電波悪すぎ。電波悪いか。うん、え、どうしよう。でも電波どうにもできやん。わかんない。これも好きなんですけどね。そこに何人で配信してんの。ともちゃん、ともちゃん、ともちゃ味だけです。今日かの配信にはともの声聞こえてないかな。皆さん、あの、ともの声聞こえてますか。聞こえてますか。え、今日か声でかいかな。声高いって。あ、声高いのから聞こえるらしいわ。へ、じゃあ低くしよう。皆さん、皆さん、普通の声でやります。こんばんは。電波悪いよな。そうなんです。あやかさんに最後の最後に負けました。そう、電波も強化ね。そう、電波も強化。はい、最強化になってください。電波ちょっと上手くないですか今。くるみじゃないです。ジョエルさん、前も来てくれてた。だるまさんのギフトありがとうございます。鉄板さん、ともちゃんの配信で京香ちゃんの話を聞いてます。やってもう今そっちに行ってるってことじゃない。今そっちに行ってるってことじゃない。ほんまや。ともが全部電波奪ってるって言われてるやつ、京香の電波を。2個見れますね。あの、京香声高いらしいので、ともの方に行ったら多分京香もともの配信も両方行けますよ。あ、でも抜けないでお願い。もし0人やったら悲しい。悲しいよ、今日か。2個見れます。わ、2個見れますとかやってますやん。もうやってますやん。ハートやなんかいっぱいハート送ってくれてる皆さん、嬉しい。あれ、これギフト、だからギフトってどこに出ますか。いや、コメントに出ますよね。ちょっとともちゃんバカです。キムカさん、バカ出ますよね。え、なんかコメントのよね、出ますよね。ちょっと皆さん、あの、ともちゃんの方に行って教えてあげてください。え、どう、だい、わかる、いつかわかるか、大丈夫です、安心してください。先輩とご飯行って遊びに来たよ、イエーイ、やったん。ひげのさんはもう午後は、今日かはほのぼのできたらいいかなって思ってます。嬉しい、いっぱい遊びに来てください。そう、めっちゃ早いんですけど、明日いつ配信しようかめっちゃ悩んでます。そう、なんかアミタンさんとかっていつも、アミタンさん、いつアミタンさん、アミさんとかはいつも朝とかに配信してるじゃないですか。それを今日かもやりたいんですけど、ありがとうございます、やった、うん、できたらいいなって思ってるんですけど、嬉しい。そう、学校行く前ね。またこんばんは。ちょっといつやるか決めたら、はい、皆さんにね報告しますね。ブログかモバメか、このショールームのネクストライブみたいなやつで、はい、やります。あったあった、え、すごすごめんなさい。あ、15分経過した、すごい。え、15分って早いな。あった見つけました。てか、え、ともちゃんの声も聞こえてる。これやったらともちゃんの声も聞こえてる。あ、よかった。これこっちにしたら、ともの声まで聞こえてて、ちょっと確かにコメント見えなくなる。今日かの声で埋まらせよう、声を大きくして。
配信止めてもらおう。やんな、ともちゃんに配信、ともちゃんに配信を止めてもらったら電波が悪くないかもしれないですね。電波悪い、電波悪い、ちょっとやりすぎよ、電波悪い、悪い悪い電波ほんまに悪い、嫌やな。お、ランク9位まであと39,146ポイントです。タイムライン、イエーイ。タイムラインってとこってどこですか、許可さん。タイムライン、タイムラインってとこにしたらギフトとコメント両方見れるはず。はい、あれ前は見れたんやけど。はい、あと9万とかです。おお、皆さん、はい、あ、来た、許可応援してください。来ました。そう、研究生のね、研究 NMB48 の研究生のね、ショールームのなんか大会じゃないけど、そういうのが始まったんですよ。それで今日も今配信してるんですけど、やっぱりね、ちょっと優勝狙いたいですよね。9期生さんの方が早くショールーム始めてるんですけど、それに今日も負けないぐらい、なんか面白いショールームにしたいし、それでそこで皆さんにも京香のことを好きになってもらえたらいいなと思います。急に声ちっちゃくなっちゃった。京香ちゃんの配信も聞けてお得やって、よかった。あ、7時17分ですか。うちはお日の、ありがとうございます。